はじめまして、調査員のリカです。隊長のレオンだ。よろしくな。この動画では調査員の私たちが面白いと思った出来事や人物を紹介します。今回紹介するのは172回毒蛇に噛まれた男。隊長、たくさんの毒蛇に噛まれても生きている人なんているんでしょうか？それがいるんだよ。彼の名はビル・ハースト。生涯で172匹の毒蛇に噛まれた人だぜ。172匹？そんなに噛まれたら死んじゃいますよ。なぜ毒蛇に噛まれても生き残ったのか、少し彼の人生を覗いてみよう。ビルは1910年にアメリカのニュージャージー州で生まれたんだ。そして11歳の時のサマーキャンプでヘビに興味を持ち、翌年のキャンプで毒を持つガラガラヘビを捕まえようとして初めて噛まれたんだ。大丈夫だったんですか？ビルはすぐに治療を受けて腕が腫れただけでその後回復したんだ。でも大きな怪我にならなくてよかったですね。今回はな。同じ年の後半、ビルは別のヘビを捕まえようとして噛まれてしまい、1週間入院したんだ。大怪我じゃないですか。さすがにヘビを怖くなったんじゃないですか？いや、彼のヘビに対する興味はさらに増えていったんだ。え？退院後、ビルはヘビを集め始め、家で飼うようになった。でも数年して飼うだけでは満足できなかったビルは、いつかヘビの飼育、研究、展示を行う施設、サーペンタリウムを作ろうと決心したんだ。本当にヘビが好きなんですね。でも、そんな簡単に施設は作れないですよね。作ったんだ。え？作った？大人になったビルは資金を集めて、夢だった施設をフロリダ州に作ったんだ。すごいですね。この施設には500匹以上のヘビがいて、ビルは60種類の毒ヘビから1日に70回から100回ゲストの目の前で毒を抽出してたんだぜ。どうやって毒を抽出していたんですか？素手でヘビを捕まえて、ゴムの膜を張った瓶を噛ませることで毒を抽出したんだ。1日に70回以上ヘビを素手で捕まえるなんて、絶対噛まれるじゃないですか。そう、でもビルは施設を始めてから間もなく、抽出した毒を自分に注射して抗体を獲得する実験を始めていたんだ。最初は少量の毒を注射し、徐々にその量を増やしていった。危険すぎる。当時この実験には批判もあった。なぜなら高毒素血清を作る方法は、馬などの動物に毒を注射して体内で抗体ができてからその血液を取り出す方法が一般的で、人間では危険すぎると考えられていたんだ。体のどこかに悪影響がありそうですよね。それでも実験を続けた結果、治療薬が手に入らなかった時に毒蛇に噛まれた人をビルの血液を使って20人以上救ったんだ。ヒーローですね。ビルは生涯で172回ヘビに噛まれ、そのうち3回はゾウも殺すと言われているキングコブラに噛まれているんだ。そして最も致命的なヘビからの攻撃を生き延びた人としてギネス記録にもなったんだ。すごすぎる。多くの人はビルは毒の影響で早死にするだろうと考えていたが、彼は100歳で人生というマラソンを終えたんだ。素晴らしい人だったんですね。そうだな。隊長、ヘビだ。俺は抗体を持ってないぞ。待ってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。